アルバート・ハモンド・ジュニアはアメリカのロックバンドザ・ストロークスのギタリスト。ソロ活動も行っている。ギターを胸の位置に高く構えているのが特徴。ロサンゼルスにてジブラルタル系イギリス人の歌手であるアルバート・ハモンドとアルゼンチン出身の元モデルで美人コンテスト優勝者の母、クラウディア・フェルナンデスのもとに生まれる。13歳からスイスの名門寄宿学校である。 ルロゼに通い、そこで後にザ・ストロークスを組むこととなる、ジュリアン・カサブランカスと出会う。その後ジュリアンは、ニューヨークに、アルバートは、ロサンゼルスに戻ったが、アルバートが、ニューヨーク大学に進学するために、ニューヨークへ引っ越したところ、ジュリアン・カサブランカスと再会、バンドに参加することとなった。ザ・ビーチ・ボーイズ、バディ・ホリー、フランク・ブラック、ガイデッド・バイ・ボイシーズ、ジョン・デノン、 マシュースウィートなどからの影響を受けていると語っている。イギリスのスーパーモデル、アギネス・ディーンと交際していたが破局。ミュージシャンの一面の他にとりわけ、ファッションセンスが良いことでも知られ、サンピーススーツがトレードマーク。父であるアルバート・ハモンドとは非常に仲が良く、公の場に家族で出てくることも少なくない。ツイッター上でも仲睦まじい様子を見ることができる。 ありがとうございます。